はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちらですね、こちらのレンズを紹介させていただきたいと思います。まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、こうオールドレンズですね。はい、ではこちらのチャンネルではこうオールドレンズとかそれに伴うパーツとかっていうのを紹介しております。そういったものがこう好きな方、興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの登録していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、改めまして本日はですね、こちらのレンズですね、オールドレンズを紹介させていただきたいと思います。もうここに書いてあるんですけど、タムロン SP ですね、タムロンさんのスペシャルグレードのレンズになってます。で、物はみんな大好きなこうタムロン SP90-2.5。 まあ、これのこの後になってくると 2.8 とかなってくるんですけど、もうタムロンのマクロレンズ、すごく有名なものがあります。タム Q とか言われるやつですね。で、これはもう割と古い、タム級になってまして、52B です。52BB とか、52BB だなとか、こう、後になってくるとちょっといろんなバリエーションが出てくるんですけど、このようにほぼ360度ぐるぐるっと回りまして、まあ、39センチまで、0.39 まで寄れます。マクロは2分の1のマクロかなになるんですけど、こちらですと等倍のマクロが彫ってあるんですが、それがまあ2倍テレコン、2倍コンバーターがついている時ってことなんですけど、この下のやつがそのコンバーターなんですね。テレコンバーター 2X、BBRMC4、オリンパス。ね、こちらオリンパスのものなの、オリンパスのマウントなので、OM マウントっていうものが、のマウントの、アダプターになってます。で、こちらはこう外しますと、こう普通に中にレンズがついていて、よいしょ、 OM マウントですね。これ取り外しのやつしかない、絞り、プレビューはこちらのレンズの方についてるのはないですね。で、こちらはボディの方にこう情報を送るカムになってます。このようになってます。で、中にレンズがついていて、焦点距離が2倍になるアダプターですね。で、こちらは意外と、レンズの中身とかも、若干汚れてますけど綺麗な状態です。外観もまあそれなりって感じですね。ここら辺ちょっと汚れがついてますけど、まあ全然綺麗なんじゃないでしょうか。レンズの方なんですけど、こちらがちょっとなかなかすごい状態ですね。このようによくわかんない汚れで、こうガビガビになっちゃってて、これアルコールとかで拭いたんですけど全然落ちないんですよ。なので、まあなんかすごい硬い塗料か接着剤みたいなんですね。で、それが薄くこうついております。ただまあ動作としては動くので致命的ではないんですよ。まあ、ただこういうふうにちょっと難ありなボディになっています。で、表面にもこちらこう劣化なのかカビなのかよくわかんないものがついていて、で、レンズ本内部もこうちょっとこの動画でもわかるんじゃないかな、こう曇ってるんですよ。さすがにちょっとピント合わないか。中玉にこうちょっと強度な曇り、まあ汚れなのかバルサム切れなのかカビなのか、ちょっとカビではないですね、バルサム切れか曇りなんですよ、がありまして、状態は良くないです。ただ絞りの動きとかヘリコイドの動作っていうのは適度な重みがあって好調なんですね。なのでメンテナンス前提で使うタイプのオールドレンズになります。で、こちらのタムロンさんのこの時代のものはアダプトールっていうパーツがついていて、こちらOL って書いてあるんですけど、オリンパスのマウントですっていうのがついていて、で、これの取り外し交換ができるんですよ。こちらのボタンを押しながらこう、ひねりますと、こういうふうに外れるんですね。で、つけるときにちょっとコツがあって、この山、こう2箇所切り欠きがあるんですけど、こちらの場合、1箇所しかついてないんですが、ニコンのマウント、アダプトールマウントだったかなとかになると、こう2本とかついていて、それに合わせて装着するようになります。で、作りとしてはタムロン SP っていうのは、そのアダプトールを採用するにあたって、F 値っていうのはこの AE、まあ自動速攻とかかなのマウント、位置にして、この中のローラーを押すことによって、絞りがこういうふうに動くんですね、こういうふうに。まあ、それをこのアダプトールってものを介して、いろんなメーカーで使えるように工夫されています。で、このアダプトールの装着なんですが、アダプトールのこちらに緑色のポッチですね、これがあるのと、ボディ側にも緑色のポッチがついてます。で、そことそこをこう合わせるとマウント自体こうはまるんですね。ただこれだけだとこういうふうに浮いちゃって入らないんです。これはなぜかっていうと、このカムの位置ですね、これが合ってないからなんですね。で、こちらなんですが、合う位置までこうボディで迎えに行っちゃえば早いんです。こういうふうに
わかりましたかね。今ここにあったんですけど、こう緑のところ緑同士のところを入れるだけだとはまらない。でもこの突起がここにあるからはまらないっていうのがわかるんで、この絞りの位置でこういうふうに向かいっちゃうと、この切り欠きと突起のところ、この2つですね、これが合わさることによってスポッと入るんです。でスポッと入った状態で締め込みますと、今度はこの赤と緑ですね、赤と緑で切り欠きはここのさっきの切り替えたところと突起のところが合わさってます、がはまることによってしっかりとこう固定できます。で外すときはこちらのまたボタンを押しながら回すことによって外せますね。これがタムロのアダプトールってシステムになります。でこれをこう回すことによってこの突起が動いて、ボディ連動のカムがこの中側で動くんですね。で F32 のところでこのレバーを動かすことによって、こういうふうにこう絞りが動きます。で、あのタムロンさんのもんなんで、タムロンさんじゃない、ごめんなさい、オリンパスのやつのね、プレビューのレバーっていうのが、これ純正はボタンがほとんどだったと思うんですけど、アダプトールのね、これ完全同じっていうわけじゃないんで、こちらレバーになってます。これを下げることによって、こういうふうに、下げることによって絞りが動きますね。はい、このようになってます。であのこちらのタムロンのアダプトールなんですけど、意外とこうタムロンってやっぱりこの時代のやつ映りいいんですよ。タムロンさんの、まあ今もすごく素晴らしいレンズいっぱい出してるんですけど、そのなのでこうマウントが交換できるっていうところで、ボディがこう面白い、自分の欲しいマクロレンズとか単焦点レンズとかいろいろパターンがあるので、それこそタムロン SP の3ニッパとかもあったりするんで、そういうのを安く手に入れやすいんですね。で安く手に入れて、まあマウントが違うからなっていう悩みがないんですよ。マウントこのアダプトールを外してしまって交換すればいいわけですね、まあ、ニコン F マウントもあれば、ペンタックスマウントっていうのは PK マウント、あとは M42 マウント、あと富士フィルムに特化した M42 マウントとか、まあ、あとはそれぞれミノルタのマウントとかいろいろあるわけなんですね。あと珍しいところで言うとライカとかそういうマウントもありますので、そういったものに合わせたものをアダプトールとして入手できたら装着できます。なのでそういったオールドレンズらしいオールドレンズを便利に遊びやすいメーカーでもあるんですね、はい、このようにこうやってやって押し付けながら回してカチッていったら戻ります。はい、このようなものになってます。で、あのこちらですね、割と作りもいい写りもいいっていう人気のレンズになってますので、状態がいいものも状態がこのように悪いものもいろいろあります。こう自分が気に入ったものに出会えたら、ぜひ手に取ってみていただければいいかなと思います。でこの意外とこのテレコンが珍しいです、あんまりないです。でこれも見つけた時には入手していただけるといいんじゃないかなと思いますね。こちら赤点同士合わせてカチッとはめます。それだけですね。はい、本日はこちらタムロン SP タムQですね、オールドレンズを紹介させていただきました。まあすごく面白いレンズだと思うんで、ぜひ手に取って遊んでみてください。はい、本日もこのオールドレンズを紹介させていただきました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。今後もこういった面白いパーツレンズとかっていうのを紹介してまいりますので、ぜひチャンネルの登録をいただけるといいなと思います。また私の励みになりますので、いいねのボタンも押していただけるととても嬉しいです。はい、ありがとうございました。失礼します。